テキパキ動け。この箱を持って帰ればご褒美だ。またこいつかい？決着をつけないとね。本当に助かりました。ありがとう。あなたは？ジンさんの命令で来たの。あなたがアービンさん？そうです。ジンさんから何かことづかってますか？それより体は大丈夫。下のキャンプで休んだ方がいいわ。ケンチ、あなたは体の状態が良くありません。キュッキュッキュッ、休養が必要です。僕は平気です。ハイエナに荒らされた土地を放って帰ったらジンさんに合わせる顔がありません。すみません、散らばった鉱石を集めてもらえませんか？僕は設備に損傷がないか調べてきます。鉱石は全部集めたわ。ありがとうございます。でもトロッコの制御台が壊れてるみたいです。ちゃんと動くか検査してみないと。この先にある制御台に行ってトロッコをここまで動かしてみてくれませんか？その件は解決しました。アービンさんは今後処理をしています。特使殿、また世話になったな。ジンさん、帰り際に聞いたのですが、今回配った特効薬はあまり効き目がないようですね。あれは特効薬などではない。効き目はゆっくりだ。でもないよりはマシ。そうだろ？なぜその事実をみんなに伝えないんですか？私は彼らの求めに応じて薬をやり、彼らは希望を胸に仕事を再開する。利害が一致しているのだから何も言うことはない。もちろんうちの研究室で薬の開発は続けている。だがこれは未知の病だ。全てゼロからの出発になる。特使殿、新薬の開発には金がかかる。それも膨大な額のだ。あなたは自分が何をしてるか分かってるんですか？特使殿、その正義感は素晴らしいが、君より私の方が
南極の舵取りに通じている。さてと、そろそろ君が食らいつきそうな話題に移るとしよう。キャンプの周りに数箇所ある観測センターからデータを回収した。幸運なことに盗まれたアストロナジーの行方が分かったぞ。やはり思った通り、ハイエナの仕業だ。今頃ブツはすでに奴らのボス、感触持ちのルキア女子の手に渡っているはずだ。人呼んでハイエナの女王だ。大勢を率いて山頂にアジトを築いている。かなり厄介な相手だ。奴らに対抗するために私は大金をはたいて賞金ハンター、アイアンシェル、ドクターハリも雇った。彼は有名な整備士だ。協力してことに当たるといい。ハリムは山上にいる。彼にはトクシ殿がそちらに向かうと伝えておくよ。ハガードから来たってのはお前か。おっと、悪い。人と話すのが苦手なんだ。許せ。要件はジンさんから聞いてる。お前なかなかのやり手だそうだな。助っ人が増えるのは構わんが、ドジ踏んで俺の足を引っ張るなよ。とりあえず状況を教えてください。ハイエナの女王は今どこに。あの狂った女か。どうせアジトでダラダラしてるんだろ。中の様子は俺にもわからん。どこもかしこも手下のパトロール兵だらけだからな。どうするって、設備の調整を続けるに決まってるだろう。お前、俺がなんでアイアンシェルって呼ばれてるか知らないのか。お前らみたいな荒っぽい人間はすぐに力ずくで物事を解決しようとする。だが俺は違う。技術の力が頼りだ。この任務のためにデストロイヤーというメカを作った。まだテスト段階だが、あと何日かすれば。あ？なら何か？今すぐ突撃しろってか。言っとくが、それは無理だ。金をもらう以上は働くが、金のために命を捨てるのはまっぴらごめんだ。準備ができるまではてこでも動かないぞ。それとも、お前一人で無謀な賭けに出る気はあるか。自分でメカを操って突撃するっていうんなら。お、なかなか話がわかるな。でもその前にデストロイヤーの起動に必要な大量のエナジーを見つけてこい。ハイエナの縄張りの中ならどこにでもある。そこのロボットアームを貸してやるよ。雑魚の相手なら楽勝だが、あの狂った女にだけは気づかれないようにしろよ。よし、そんじゃ働くとするか。これには特殊な改良を施してやる。絶対満足するはずだ。エナジーはこの辺りだ。あの狂った女に気づかれないように素早く戻ってこい。
ナジーはだいたい集まった。戻ろうか。あいつらに構う必要はない。もう戻ってきたのか。うまくいったようだな。デストロイヤーの準備も終わった。エナジーを装填すればいつでも動かせるぞ。だが出発の前に条件について話しておきたい。お前はアストロナジーのために来たんだよな。ちょうどいい。俺もいつか本物のアストロナジーを見てみたいと思ってたんだ。アストロナジーが手に入ったらちょっと拝借して調べさせてもらっていいか。もちろんいいですよ。こりゃいいや。それじゃメガにエナジーを充填してくる。お前はエナジー機器のスイッチを押してくれ。エナジー設備のスイッチをオン。デストロイヤーの起動に備える。準備ができたら座ってくれ。ハイエナの女王のアジトまで送ろう。無事を祈る。デストロイヤーのコアが加熱気味だ。回収しないと。あとのやつらはお前が何とかしてくれ。俺はバリアを閉じてアストロナジーを持ち帰る。
おっ、孤高の英雄の凱旋だ。これで俺もジンさんのところに報酬をもらいに行ける。その前にアストロナジーをしばらく預からせてくれるって約束だよな。気が済んだら返すからよ。心配するな。俺は人に好かれるタイプじゃないが、信用は絶対に裏切らない。もうしばらくここに滞在するつもりだ。頃合いを見てまた会いに来い。遅かったわね。フランツさん、新しい情報はありますか？いい知らせはない。鉱山で流行ってる病気のことは君も知ってるよな。何か発見はあったか？ジンさんが全く新しい未知の病だと言ってた。彼の部下が今治療法の研究を進めてる。それと本人も鉱員たちに配った薬に効果はないと認めたわ。でもあの人、どうも何か隠してる気がするわ。どこが問題なのか、まだ見つけられていないけど。俺は他の手がかりを当たってみるよ。君たちはギルスから目を離すな。何か分かったらすぐに連絡をくれ。ジンさんの薬をハガードに送って調べてもらった。そしたら、意外なものが見つかった。ウイルスの DNA 断片は人為的に編集されていた。その中にはある特定の遺伝子配列が含まれていた。簡単に言うと、薬を服用した者の遺伝子が一定の影響を受けるんだよ。しかもドクター・ヘンリーがアイダのこの生物サンプルを分析したところ、相同性を持つ DNA 配列を見つけた。つまり薬はアイダの子と関係してる可能性が高いということさ。アイダの子、遺伝子操作、それがジンさんの狙い？まだジンが関与してるとは断定できない。薬の開発と製造の責任者はギルスだ。あいつがジンに隠れてアイダの子とつながってるみたいだな。それとベンジスで同じ薬を売ってるやつを見つけたよ。鉱山から仕入れたらしい。この件にもギルスが関与してると見て間違いない。まずはベンジスに薬を提供した張本人を探し出そう。君はこの辺りを調べてくれ。ヤブヘビになるといけない。ジンの手下と接触しないよう気をつけるんだよ。あの、私をベンジスに案内してくれそうな人を知らない？ベンジス？何しに行くの？長年ご無沙汰の友達に会いに。へえ、ベンジスって賑やかな街なんでしょ？私も行ってみたいな。でも、クリスおじさんが往復するとかなり時間がかかるって言ってた。クリスおじさんって？クリスおじさんはここで婚姻をしてるんだ。でもいつもベンジスで面白いものを買ってきてくれるから、私おじさん大好き。一緒に連れてってって頼んでもおじさんは危ないからダメって言うの。私がもうちょっと大きくなればいいのかな。
記録、容疑者クリス。